笹川翼騎手に勝利ジョッキーインタビューを行います。第66回ニューイヤーカップポリゴンウェーブ号を勝利に導いた笹川翼騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ポリゴンウェーブ号重賞初制覇ですね。そうですね、本当に厩舎の関係者の方々のおかげと、何より馬が頑張ってくれたんでよかったです。レースを振り返ってまいります。道中早め積極的に仕掛けてらっしゃいましたね。そうですね、ちょっとメンタル的に少し安定しないところが多くて、行く気になったりならなかったりっていう状況がある中で、後ろから馬が来た時に反応しすぎるぐらいしちゃって、ちょっと早く前に出ちゃったんですけど、その時にこうちょっと馬が抜けてしまって、一回前に出られたんですけど、最後の直線はまた鋭い足でかわしてくれたので、本当にこの馬強いなと思いました。もう一足はすごかったですね。そうですね、本当に馬がこう標的をその馬に前の馬にしたっていう瞬間がすごくこうあって、それが分かってからのエンジンの入り方はすごく素晴らしかったです。はい。さあ、ポリゴンウェーブ号南関東三冠路線へ名乗りを上げるための登竜門ともいえるこの競争で勝利しました。2023年も楽しませてくれそうですね。そうですね、それは間違いないと思いますし、背中の良さとかバネとかフットワークは素晴らしいものを持っているので、クラシック路線は盛り上げてくれるんじゃないかなと思います。それではファンの皆様へメッセージをお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。こうやって浦和の新年一発目の重賞を勝てて、個人的にもすごく嬉しいです。今年もますます頑張っていきますので、この馬と僕も応援してくれたら幸いです。皆さんありがとうございました。第66回ニューイヤーカップポリゴンウェーブ号勝利に導いた笹川翼騎手でした。ありがとうございました。